す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の第1回目の放送記念すべき、我々なかなか音楽以外で5人ソロの珍しいんじゃないですか。そうです ね、ドラゴンボールみたいにチリチリですからね。いつも言ってる。今日はね、まあ、レコ発前っていうタイミングもあって今日5人でお届けしたいと思って、はい、はるかやんばるからお二人も来ていただきました。ね、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、あなた今日那覇からでしょ。そうだね、ちょっと近い、ちょっとズルしてます。とりあえずですね、じゃあ初めましての人もいるはずなので、はい、自己紹介一人ずつしていこうかなと思います。うんうん、はい、はい、じゃあ私から、うん、ザ・ユーのボーカルそしてギター担当してます伊礼ゆうきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次誰。あ、はい、じゃあギターコーラスしてますずなりです。よっしゃい、お願いします、じゃあ次私、ギターコーラスしております永田翔吾でございます。よろしくお願いします。おー、いい声。よろしくお願いします。ラスト、ベースコーラス担当の、まあ、この中で一番フレッシュな、うん、メンバーです田川俊一郎です。よろしくお願いします。あーす、あー、田川さんはそうですね、ザ・ユーレッキーまだ1年ぐらい、1年、やっと1年経つかな。そうですね、そうですね、そうなんですね。もうこのバンド10年以上続いてるんですけどね、うんうん、みんなあれですよね、うん、もう長くて3年とか4年ぐらいですよね。そうですね、そうですね、僕とつなりが長いですかね。はい、うん、もうオリジナルというか最初からやってるの私しかいない。はい、そうですね。もう 3,4 年ごとに新しいバンド組んでる気分です。はい、本当。なので今日は田川さん、パソコン担当で、そうですね、喋るのちょっと難しいかもしれないんですけど、いや、喋ります。喋りますか。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、なんか作曲早速新レギュラーおめでとうございます。おー、誰でしょうこれ。お、マジですか。リスナーの方がずなり、ずなりが送ったやつじゃなくて、いやいや、俺なんか桜ずなりか。俺、手元何も触ってないです。本当ですか。まこっちゃん、まこっちゃんだ。お、まこっちゃん誰かな。まこっちゃん、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですよね。嬉しいです。ちゃんとこうやって聞いてくれる人がいるっていうのが、実はザユーはラジオ番組もちろん2回前はちょっと違う番組やってたんですけど、はい、何年ぶりかな、もう 6,7 年ぶりぐらいかもしれないです。いや、もう、はい、待ってた人もいるんじゃないでしょうか。いるかな。そうですね。はい、まあまあということで、毎回ちょっと5人揃うかどうかは分かんないですけど、うんうん、なんか、うん、できるだけ来てね、うん、どうしたね。来てね。ライブみたいだね。来てね。なんかね、一人一人がなんかコーナー持ってなんかしていきたいなーって話してる。そう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 、そういうのもやっていく予定なので、うん、田川音楽講座っていうのを今ちょっと予定してる。予定しますね。来月からやろうかなと。自分のね、まあ、実家がまあギター教室やってるんで。そう、まあ、例えばこの座右の曲を何か俺一回生で受けたことあるけど、酒飲みながら田川さんの実家のスタジオで、もう俺自分で作ってるのに初めて聞くことばっかりですごかったよ。あー、しゅんさんね、うちあれ全部嘘ですから。嘘。でたらめだった。ひどいな。ひどいですよ。まあそういう感じでね、はい、やっていきます、ね。はい。まあ、月1回なので、ちょっとまたね、構想を練りながら、どん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 ちょっと面白くしていけたらな。今日は、まあ、どちらかというと、私たちが一番気合を入れてるライブがね、間近に控えてますので、そうですね。そのちょっと、まあ、みんな来てくれよっていうのをね、アピールしに、皆さん来てもらってますので、やる気あんのか、お前らは。いきなりっすか。いや、決心じゃな。はい、そうですね、来月、うん、来月じゃない、もう今月だな。今月ですよ。もう3月になってるから早いな。そうですよ、はい、
今月私たちレコ初ライブやりますね。うん、うん、迫ってますけど、うん、皆さんどうですか、練習してます？いやもう直哉さんしかガンガンびっくりして、まあ、誰もしゃべらんくなった蛍光灯の音が聞こえるどうですか、練習してます？してますねしてますね、してますね、してますよ、してます、はい、あれですよ、今回みんなあのベインをもうリリースして時間経ってるので、うん、皆さん聞き込んできますので、そうですね、ミスったらすぐバレますからね今ズナリあれちょっとピッキングおかしかった嫌な曲やな、いやいや永田さん今ちょっとあれハモリ歌詞一瞬間違えた厳しいねズナリあれシンバルあすかしよったとか、ズナリズナリじゃないちょっとそれが間違えてあ俺間違ってるみたいなでもライブはねそういうの見るのも楽しいかなと思う。あ、そうですね。そうですね。ライブだからわかる。スリリングですからね。我々のライブはね。いいのかな。いいのかな。田川さんはでもあれだったね。優等生だったね。田川さんはね。私座右に入れ替わり立ち替わりメンバーいっぱい見てきましたけど、うん、あのあれじゃないですか。こちら3人組は。うん、初めてじゃないですか、自分の後にメンバーが入ってきたっていうのは。座右に、あーそうです、そうです、ね、どんな気分ですか、ちょっと。いや、いやそんな、自分はもう田川さんが来て、うん、あの毎回スタジオ入るの楽しみになりました。へー、おー、マジなんかチップとかもらってる違うですか、違います。その前任のベースの小杖さんと何が違う、まあ、違うことだらけだと思うけど。いや、田川さんはなんていうんですか、このいつもベースはもうもちろんすごいんですけど、コーラスね、やってくるじゃないですか、うん、もうだからこの曲の雰囲気がガラリと変わるように自分は感じて、おーって思っていつも笑いが止まらないです、ね、笑いが止まらない、面白いのあなんかわかりますその感覚は、うん、僕はもうあのリハの後その日とかはね、もう夜もう毎日聞いて、そうね、そう、その、そのリハに対してハモったりとかね、練習それが楽しくてリハに対してもうハモリを重ねていって、うん、重ねて1年後にはもうボヘミアン・ラプソディみたいなみんなでたくさん何十本重ねてればこのコーラスに何パターンかハモリを考えてきて、そうそうそう、で次のリハでやるみたいな。スタジオでいつも、うん、入江さん俺ここ一回上ハモっていいとかね、うん、あじゃあやっぱ下行こうかな、うん、何パターンもあるなっていうね、うん、今までになかったすごい、うんうん、アレンジが広がるっていうかね、うんうん、永田さんと田川さんはもともとね、うん、10代やってたじゃないですか、そうですね、別バンドで2人やってるってどんな気分なんですかこれ。そうっすね、ちょっとうざいっすねうざいうざい嘘ですけど、嘘ですけど、もう彼の実力はもうね、うん、知り尽くしてますから私は、うん、なるほど、はい、じゃあもう今さらもう言うまでもないっていう感じです。そうそう、これが田川クオリティかなみたいな、うんうんうん、なるほど、うん、そうそう、1曲目の曲を、うん、いきなりかけてしまいましょうか。いきましょう。ちょっと時間オーバーしたかもしれないですけど、しゃべりすぎて楽しくてもう長さんどこかな、ダメですよ、せっかくなので、かけましょうねじゃあ、我々ベインの一番最新作ベインの中に入っている、の大丈夫、え、うん、うんって言われたよ大丈夫、すげえ疑心暗鬼じゃあベインの中に入っている一曲、トロピカライズド聴いてください。We'll be right back.
じゃあモンゴルの話をした後にメロ釣り行くので、うん、モンゴルの話からどうにか永田さんにつなげますのでメロ、なんだった？メロ釣り得意だね。はい、じゃあ先ほどはトロピカライズド座右で聞いていただきました。この曲は我々が先日リリースしたミニアルバム Vain の1曲目ですね。あの CD に入るだいぶ前からこの曲やってましたよね、ライブとかでね。そうですね、だいぶ前から完成してあのいつか CD に入れようって決めてた曲ではあるんですけど、はい、あの去年我々すごい忙しかったじゃないですか。そうですね、うん、もう一番目玉というか大きかったイベントがあるじゃないですか、うんうん、なんか誰も言いたくないみたいなまたこの話なやみたいな、はい、でも今年も行きますからね、モンゴル。そうですね、モンゴル行きますよ。去年も行きましたけど、はい、モンゴルのプレイタイムフェスティバルっていうすごい大きなロックフェスティバルに出てきましたけどね、はい、うん、なんかあの1年は早いっすか、どうですか、早い、もう1年経つのかって。ねえ、モンゴル早いっすね。ねえ、あんな、まあ、楽しかったからな、うん、かな、楽しかったっすね、うん、本当にあのもう楽しすぎて帰りたくなかったですね、あの雰囲気は、うん、夢の世界だったね。なんか、うん、ずっと音楽にね、うん、囲まれて、うん、酒飲んで、うん、あ、行っちゃった。で、我々ってあのズナリと、はい、永田さんとイレイは、うん、このなんていうんですか、スケジュールが一緒だったんだけど、うん、田川さんと、直屋は飛行機もね、うん、別だったり、移動もちょっと日が違ったりしてね、うん、自分ら、いや、日は同じで時間が違ったのかな。あ、時間が違ってたの か最初は、ね、最初3人出発、うん、うんうんうん、だったかな。ちょっとだけ、そうそうそう、出発は一緒で帰りが別の日でしたっけ、うん、だったっけ、日がね、日は飛行機は別でしょ、うんうん。フェスがもう終わって、我々本番演奏終わったらもうね、2人とも直行で空港に行かなきゃいけないっていうね。インタビュー終わってそのままじゃあって言って帰ってたから、ね、ギリギリだったんでしょ、時間も。超大物アーティストみたいな感じじゃあ次の台湾公演みたいなアジアツアーみたいな、だったんだけど、スムーズに帰れたんですか、あの時は。ちゃんとトラブルなく空港行くまでのこのドライバーの方の運転がものすごかったですね、うん、ものすごかった本当にどういう意味で、あの間に合うかもう本当ギリ1時間ぐらいかかる。あ、うん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 、来る時だから1時間ちょっとかかってたから、うん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 、で飛行機まで1時間でしょ、うん、もう本当ぶっ飛ばしてくる、ね、やばいな信号あるかないかわからないぐらいの追い越し追い越し。あ、でもモンゴルの運転荒かったっすもんね、そう、うん、ね、そもそもクラクション普通ね、やたらね、うん、挨拶みたいなね、うん、元気ぐらいの感じかもしれない。元気元気ずっとやってたねあいつらねやばかった。モンゴルでも道を牛の群れが歩いてましたね。ああ、あの横断してたってことね、うん、ああ、いたね、ピッピッピッってやっても、いや、牛はやらないでしょ、わかるぞ、動かないでしょ、ね、動物に向かってねクラクションでで、飛行機にも本当にギリギリだったの。本当ギリギリ、うん、本当ギリギリだったんで、で空港の入り方も分かんないし、そうそう、受付の仕方も分かんないみんな海外初ぐらいの勢いだからね。そうそう、でもちょっとその時もギリ間に合ったから、まあ、感謝で、まあ、俺あの5000円を渡したんです、その人にドライバーにモンゴルで5000円ってかなり高いですよね。そうそう、
ジャパニーズマネー5000円ってエクスチェンジバンクみたいなこと言ったらもう超喜んでる。いやもう本当ですよね。超喜んでます。すごい、ね、物価が違うからめちゃくちゃ飲んだと思うよ。本当に。したらもうそこからね、対応がめっちゃ良くなってね。また案内してくれて、こっからですよ。じゃねえ。ニコニコしない。もうスナックウランバートルで、今日も俺のおごりだからよ、お前ら全部飲めみたいな。本当に。ちょっといい話ですね。そうそうそう、そんな感じでしたね。そっか。で、あの本番。私はあの記憶ほとんどないんですけど、もう舞い上がってたのか、ね、もう本当楽しかったからな。断片的にしか覚えてないですね。緊張しました皆さん。全然しなかったっすね。全然してなかった。全然しなかった。そうなの。でもあれが楽しすぎましたね。むしゃぶるいみたいな感じだった。もう、うん、へえ、みたいな。やってやるぜみたいな。そう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 。そうなんだね、うん、で、有り余ってイエーイって言っちゃったっていう。イエーイ、ズナリのイエーイで何千人かがねコール&レスポンス、ね、イエーイって帰ってきたから、これはみたいな。なんかやっちゃいましたね。すごい瞬間だったね、あれね。うん、今までの座右では見たことのない光景でしたね。確かに。イエーイと手拍子一発も起きたことなかったのに。すごかったですね。なおや、緊張した？いや、緊張はしなかったですけど、ね、うん、もう印象としては、うん、あの時間帯でこの明るさなんだって思った。役屋ね。そうですね。全然違うこと考えてた。始まる前までこのだから、ね、行く前まで8時過ぎ8時半から9、ね、9時ぐらいの間でやってましたね。だからもうね、こっちの感覚で言ったらもう暗くなってちょうどいいぐらいの時間だなと思いながら、うんうんうん、出番近づいてきたら、え、まだ全然明るいけど、ね、みたいな。あれ油断したら夜更かしするね、すぐ ね。暗くなるのが10時とか11時でしたよね。10時過ぎてからぐらいでしたっけ、うん、完全に落ちたの、うんうんうん、でしたね。田川さん、うん、もしかしたら一番冷静だったかもしれない。ん、自分ですか。うん、俺になんかもう耳打ちで本番もう演奏終わってこの MC するときに、イエさんまだ30分しか経ってないです。あと2曲しかないです。マジか。MC できんしや。英語も喋れんし。どうするかなみたいな。最後の曲2曲つなげていく予定だったけど、そうそうそう、一旦止めていくんです。そうそう。時間を稼ごう。そうそうそう。なるほど。じゃあ俺は相当緊張したけどな。そうだから一番、うん、多分気負ってたよというか緊張してたのは多分イレイさんで。うん、あの曲の最初がいきなしイレイさんスタートで、うん、早かったじゃないですか。そうそう、そう、あんだけねみんなで走らないようにね。そうそう。直前まで俺がみんなに言ってたの。めっちゃ早くイントロ入って聞いてみんなみたいな。緊張したら走るから。それだけ絶対気をつけてね。俺が一番最初に走り出す。まあ次今年はちょっといい感じで演奏できそうでしたね。今年はもう大丈夫。なんか一回やるやらないでだいぶ違いますね。うん、違うね。そうですね。今度はなんか出れて嬉しいだけじゃなくて、うん、ちょっとなんかもう爪痕ぐらい残しに行きたいですね。そうですね。うん。っていうモンゴルなんですけど、うん、はい、それを経て我々ベインに制作に取り掛かったわけじゃないですか。はい。でもう今でちょっと前もって言うんですけど、次の流す曲は永田さんの曲で、はい、そうですね。座右始まって初めて、うん、私イレイ以外が作曲した曲がね、うん、入ったので。そうなんですよね。いい曲ですね、永田さん。ありがとうございます。ありがとうございます。滑舌悪っ。いやー、まあなんつうかやっぱ怖かったですね。怖かった？怖かったですよ、そりゃ。なんで怖くないですか、ズナリさん。まあでもなんか気持ちわからんでもない。やっぱね、座右、ね、まあ、こう一貫してこうイレさんの曲来て、うん、で永田さんの曲が入ってきた時のこの評価とか、うん、そういうのでしょ。わかるわかる、 それはうん、わかる。じゃあ一回、うん、まあ、トークは、うん、曲聴いた後に
じゃあ本当にあった怖い曲を本当にあった怖い曲永田さんから紹介をそうですね、うん、曲紹介してもらって聴いてもらいましょう、はい、全くそんな恐ろしい曲ではなく爽やかな曲ですけどそう、ね、はい、あのメローツリーという曲ですね。今からぜひ聴いてもらおうかな、はい、あ、うん、あそうですね、もう今かかる、あ、かかる、ね、かかる、はい、かかる永田さん、じゃあもう一回こうビシッと、はい、曲紹介を、じゃあ今のカットというか、ね、そうね、編集でどうにかしましょう、じゃあ座右でメローツリじゃあお聴きいただいてるのは永田さん作曲の、はい、作詞作曲、はい、メローツリー、はい、メローツリーという曲ですね、はいはい、これどうやってどう いつ作りましたこれ。これはですよ、結構前ですよ、全身バンドの時に実はだいぶ前だね。だいぶ前ですね、ジャムってたんですよ。あ、もうすでにやってたんだ。うん、まあ今とは全然違う形であったんですけど、この曲を作るぞっていう感じで、まあ前の伊礼さん、今の伊礼さんみたいな感じでこうかっちり固めずに、もう本当にこのフレーズを俺が弾いて歌うから適当にみんなでやろうみたいな感じで永遠とやってた時があって、へー本当に永遠とやってた。
やってたね。やってたやってた。あ、セッションでってこと。本当本当、そうそうそう。ジャムってで、その中でも結構、あ、こんな曲あったんだ、いいなみたいなのを最近見つけもしたんだけど、うん、お、またさらに。そう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 。でその中の一つの曲が、うん、メロウ釣りの原曲だったんですよ。なるほど、うん、でこれはちょっと手応えを感じたので、うん、長い期間をかけて、うん、お家で夜な夜な、へえ、そうそうそう、作り込んでたんだ。作り込んでました。じゃあ会心の一作なわけですね。俺の中では、うん、今までとは全く違う手法で、いろんな、まあ、コーラスとかギターも3本だし、そうね、うん、でいろんなキーボードも入ってるし、ホルンの音も入れたりとか、お、全く新しい作り方をしちゃったんだよ。でもやってる時が、はい、一番楽しくないですか。そうですね、作り込んでる時が。もう行き詰まってる時はあーってなりますけど、うん、苦しいですけど、うん、これを乗り越えた時が一番やっぱり楽しいですよね、うんうん、ずなりさんね。楽しいね。なあ、楽しいね。わかるわかるわかる。そうでしょ、うん、超わかる、うんうん、そんなんを繰り返して、うん、あ、できたってなった時に座右も新譜を作りたいんだけどみたいな話になって、うん、はいはい、タイミングがね。そうそうそう、うん、で俺はその曲をもう座右でやる気はっていうか、そういうチャンスもないだろうなと思ってたので、へー、そうそう、 SNS 上で俺曲書いたよみたいな感じで、うん、そうそうそう、アップしてたのを入江さんも聞いててくれてて、うん、ユーいいねみたいな。イレイプロデューサーうちの事務所来るみたいな。やっちゃうみたいな。やっちゃうやっちゃうっつって。これ誰なんですか。突っ込んでた。どうも、俺からしたら、うん、ある日突然永田さんが曲作ったなって。ほう、本当にある日突然、うん、あ、そうなんすね、の感じだったから。はい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 。お、ひらめき寄ったねこの人。いや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 。やったらいいさ、やったらいいさってすぐ言ったんだけど、ね。もうありがたかったですよ、その言葉をもらった時は本当に、本当に嬉しかった、うん。そうなんだ。そう。なんかでもあんまり俺の曲ってそ中に入ってもあんま違和感ないんじゃない、この、ね、そうかな。メインの中で。俺はありありなんだ。ありありなの。どうなんだろう。わかんない。自分での感覚はね。マジっすか。そうなんだ。あの、うちのおかんめっちゃ褒めてたよ。シュンママ。そう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 。マジで。いい曲が。ちょっとじゃジャパニーズマネー5000。そこでモンゴルになってくる。あとで那覇空港の滑走路みんなで掃除しよう。嬉しいですね。そっか。うん、でもちょこちょこ声上がりますよね、永田さんの曲好きよっていうのね。ですね、うん、あの Facebook 上でもね、うん、ジェームスイハみたいだねみたいな。そう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 、具体的な。そうそうそう、めっちゃ嬉しかったですけどね、俺的にはね。おお、いいですね。よかった。じゃあもう次3曲いきなりみんなで役割分担してつなりちゃん5曲イレさんの曲どこ俺らもプロデューサーなんだまあそんな曲も入っている、うん、ベインを2月8日に店頭リリースしまして、はい、今も沖縄県内の、うん、あの CD ショップにはもうほぼ置かれてますので、うん、ほぼ置かれてますね。もう嬉しい、視聴期に入ってるお店もありますのでね、ちゃんとメンチンされてますので、ね、うん、ぜひ、まあ、ありがたい、見に行ってほしいですね、うん、はい、うん、でそのそうでそのレコ発ライブを実は先行リリースライブとしてね、1月28日に先にアウトプットで行いましたね、うん、はい、入れましたね、うんうん、でそれは先行リリースライブとして、まあ、一発目やって、うん、その後いよいよですよ、今月、はい、うん、3月11日に3月11日にチャタン町モッツでレコー初ライブをやります。はい、はい、行きますよ、行きますよ。もう迫ってきましたね、うん、はい、うん、もう来週だもんね、うん、早いな、早い早い
これモッツ自体で座右がやるのも相当珍しいんですけど、珍しい、うん、まあなかなか今までやってこなかったのでね、モッツど行ったことある、みんなモッツある、行った最近行った、最近行った、うん、どうでした、いやおしゃれっすね、おしゃれ、この新しい、うん、モッツ移転して初めて行ったんですけど、うんうん、すごい、そう、いやいや本当にいい、あの音も良かったし、うん、で雰囲気も良かったし、うん、でちゃんとね今回は座れますからね、テーブルでね、うん、椅子でね、はい、うん、だからねちょっとゆったりも見れるし、うん、なんかロックバンドだと特にこう我々みたいな、うん、言ったらオルタナロックみたいな、うん、UK 好きとか、うん、グランジ好きとか、うん、っていうのはなんかこうどうしてもイメージがこうなんていうんですか、こうちょっとこう怪しいというか、なんか妖艶な、言ったらグルーヴみたいな雰囲気のところがね、でそこでみんな立ちながらビール瓶持って飲みながらとかっていうイメージがあると思うんですけど、私あの座りのライブ全然好きなんですよ、うん、そうなんですね、もちろん立ちのライブも盛り上がるのもかっこいいんですけど、落ち着いてゆっくり見るの私個人的に大好きなので、うん、モッツはそういうライブをなんかねゆっくり見れるので、ぜひライブハウスってちょっとなんか行ったことないしどんなかなっていう人もぜひ見に来てほしいですね、うんうん、モッツはなんか本当に綺麗な感じなので、そうだね、うん、女の人一人でも全然フラッと来て、うんうん、なんかね、うん、なんかパイナップルジュースとか飲んで帰ったらいいんじゃないみたいな、ね、パイナップルジュースパイナップルジュース好きでしょ、OL みたいなもんはちょっとやばいやばい、炎上するからすぐいや本当にきれいなね、うん、お店だからね、はい、うんうんうん、駐車場もでかいし、うん、本当にもうねシャッターあんだから、そうだね、いやそうなんだよ、ライブとかさ集客ってお客さん呼ぶときにさ、うん、女の人誘ったらさなんかあじゃあ誰何々ちゃん誘って行こうかなみたいな、すぐ 2,3 人集まって来てくれる、すごいなんか、うん、おーありがとうって感じなんだけど、うん、男の友達に声かけたらあれなんかはよどこかみたいな、駐車場あるのかみたいなもうあいかみたいな音楽を聴きに来てって言ってんだよこっちはだからね、でもさ酒も飲めるし、うんうんうん、男もどんどん来てほしいですね、うんうんうん、何曲ぐらいやりましょう、はあ、10?11 少ないよ少ないよね11を2回回す2回回しどんどん客が減っていく結構曲数やろうかなとね、はい、メインに入ってる曲はもちろん、うん、全部やりますし、あ昔の曲もね、うん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 、あこの曲やるんだっていうのもやろうかと思っているので、確かに、うん、前のあのアウトプットとはちょっとガラリとね、うん、変えて、ね、違いますね、うんうんうん、ムードある曲とかね、そうですね、うんうん、こう聴かせる系というか、そうそう、うん、こう雰囲気がどんどんこう伝わるようなライブになるかなと思うので、うん、ぜひ来てほしいですね、うん、はい、でこのライブにオープニングアクトを今回はお願いしてます、はい、言いたい人誰が来るのか言いたい人、これみんなだばると俺は言いたくないよっていうことになるえ、言っていいんですか、どうぞ、八木文友さんです、シェイ、お願いしちゃいました、うん、私は海南のマーヴィン・ゲイと呼んでますいやもうそれも間違いない今から曲もかけるので、あなるほどなとめっちゃいい声いいですよね、八木、うんね、さん、うん、前一緒にライブやったじゃないですか、やりました、ね、専門学校の、うんうんうん、もうあの時初めて見たけど、うんうん、ほんと気持ちよくて、うん、ね、
本当に自分はあの歌のうまいジャック・ジョンソンかと思ったんです歌のうまいジャック・ジョンソン、うまいジャック・ジョンソン、海南の歌のうまいジャック・ジョンソン、そうそうまあそんな感じで多分みんな見れるんじゃないかな、うん、なんかね、うん、ジャック・ジョンソン確かにいい、うん、いいとこついてますね、うん、雰囲気は確かにあるかもしれない、うんうんうん、アコースティックでもやるし、まあ、CD はねバンドサウンドですごいかっこいい仕上がりになってるんだけど、うん、ライブは一人で弾き語りとか、うん、サポート一人つけたりとか、うん、結構シンプルな感じなんだけど、うん、シンプルだけどなんか勢いもつけきれるし、うん、綺麗にもまとめきれるし、うん、歌声が俺は一番最強だなと。いやあれは本当武器だと思いますよね、うんうん、すごい、ね、すごいかっこいいんですよね、うん、八木さん、八木さんは私あれなんですよ、出会いが衝撃的で、うん、みんなあのアーシャ見たことない、八木さんがあの鼻に割り箸突き刺してるやつそれないんですない、もう一回見たら忘れんけどなあれそんなクレイジーな、何なのこのアーシャと思ったびっくりしたんだけどな、アサイラムの 2,3 年前のアサイラムの、パンフっていうかあのフライヤー、うんうん、出演者のいっぱい載ってるやつに、うん、乗ってたのよ、八木さんが。それアサイラムで OK 出したんだからね。やっていいの？すごいな。鼻に割り箸刺して。ふざけすぎだよね。志村けんがよくやるやつ。この人マジかと思って。で、もうこんな人いるなっていうのはもう忘れずにずっと覚えてたら、那覇市海南のキッチン吹き屋っていうカフェに行った時に、うんうん、そのお店を夫婦が経営してて、お、うん、奥さんはフキさん、フキ、うん、さんだからこのお名前はフキ屋、その旦那さんが八木文友さんだったんですよ。お、あなたあのアハシャのと思ってものすごいおしゃれじゃんこの人と思ってお店もおしゃれだし、いでたちもおしゃれだし、うん、で音楽、その時音楽聞いたことなかったんだけどライブで初めて聞いて、なんて素晴らしいこの人の音楽と思って、そっからもうだいぶ仲良くなりまして、うんうんうん、で八木さんはあの新しく CD レコーディングしてるんだけど、本当はもう完全自分で宅録でやろうとしてたのよ、うん、もうミックスも、うん、はいはいはい、でもそれやったことないから、はい、いざやってみるともうどうしようみたいな、うん、もう崩壊寸前みたいな感じになってしまって、うん、でどうしようかなっていう時に、俺らいつもここでレコーディングしてるよっていう、我々がレコーディングしたあの、うん、井口さん、はい、スタジオグルーヴ1の、うん、で座右の CD 聞いてもらったら、これはいいねと、うんうん、ぜひ俺もそこに行ってみたいっつってつないで、はいはい、そしたらもうこの出来ですようん、むちゃくちゃいいんですよね。むちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいんですよ。ふざけてないですね一切割り箸一本も見当たらない、見当たらないですね本当にジャケットもかっこいいし、かっこいいっすよな、うんうん、で座右とのベインとリリースがちょっと近いんですよ、うんうん、だから、ね、うん、今俺プロモーションでいろいろ回ったけど、うん、だいぶ近いところにいつも置かれてる、あの、うん、座右のジャケットと、うん、はいはいはい、八木さんのジャケットと、はい、隣同士とかあるので、うん、これもぜひ CD 屋さんに行ったら見つけてほしいなと思いますね、うんうんうん、某 CD ショップではもう2枚あの視聴機に連チャンで入ってますから、うん、すごいねすごっ、そうなんですよ、ほう、ぜひ1曲かけて、うん、ああそうですね、聞きたいっすか、はい、ね、聞きたいっすか、聞きたい、聞こう、よし、じゃあ紹介しましょう。じゃあ八木文友の、ファーストアルバムですね、ビヨンドの中に入っている、聞いてください、 New Love。探
る暮らしを Oh baby You will cry There are no regrets of this day I wanna talk to you baby with a あ、本当だ本当だ本当だ。じゃあもうすぐ告知して、うん、これもこれじゃないか、これ言って、これ言って、あとはもうこれ56になったらもう強制終了だ。56はもう強制、うん、OK です。じゃあ56ギリでも座右でしたみたいなこと言う、うんうんうん、あと10秒前です。はい、はい、聞いていただきましたのは八木文友でニューラブでした。ここで、PM エージェンシーのライブのお知らせをしたいと思います。徳丸修吾、那覇市アウトプットに行きます。3月10日正午、徳丸ニューアルバムトス、トスかな、これ TOSS リリースツアー2016-2017ということでです、ね、今チケットも発売中ですので、3月10日金曜日那覇市アウトプット、ぜひ皆さんチェックしてください。それと、これは3月12日日曜日、これは同じく那覇市アウトプット、スクービードゥ鶴、この2組がツーマンライブやります。
ファンキーバースデーアウトプットフィフスアニバーサリーのイベントでやります。これもチケット発売中ですので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。うん、徳丸集合かっこいいですよね。そうですね、うん、邦楽大好き、うん、ずなりさん結構いろんな人ともコラボしてるからかっこいい、うん、うちらも一緒にやりたいですねしましょうか しましょうかちょっとひどい扱いになってるけど、はい、はい、ということでですね、この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。ということで、はい、私たちもいつもお世話になっているスタジオ G、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもリハーサルで使わせてもらっております。うん、はい、うん、素晴らしいスタジオですね、あそこは。そうですね、素晴らしいですよね、本当に一辺倒だ、はい、素晴らしいですね、うん、そのスタジオで積み重ねてることが我々の CD になったりね、うん、ライブになるわけですから、ね、うん、これからもスタジオ G 使っていくぜ、イエーイよろしくお願いします。ラジオなのにラジオなのに全員が声出さずにうなずくっていう、はい、今後ろで流れてるのは、うん、プロモーションビデオもね作りました、はい、ベインの中に入っているソフトスモークっていう曲なので、YouTube でアップしてるので、うん、はい、座右のホームページから見てほしいなと思います。うん、はい、はいじゃあもう残り時間少なくなってきたんですけど、はい、もう一番言いたいことは3月の11日のベインレコ初ライブ、皆さんモツに来てねっていうことなんですけど、一、はい、人ずつじゃあ一言ずつここが俺の見せ所だぜっていうのを言って終わりたいと思います。はい、1分半ぐらい、じゃあ僕から、はい、はい、モツは前自分座右見たことあるんです。ああ10代の時で、はいはい、うん、そうだね、そうそうそう、その時にね、もう本当、うん、なんつうかの大物バンド見てるようなライブハウスがいいんですよ。なるほどなるほど、みんな座って作りがね、ステージも高いし、うん、もう超興奮して、うん、俺もうその時ドラムコピーしてたから一緒に一緒に叩いて座り見ながらねできるこれができるんだよまあそんな感じで見れますのでね、うん、今回もなるほど、うん、来てほしいですね。来てほしいですね、うん、じゃあどうしようかな、時間なくなってきたけど言いたいやつをが言おうぜ。そしたら、うん、モッツ今の座右で初めてやるんでね、絶対見に来た方がいいと思いますよ。うん、うん、僕もメローツリーっていう曲を弾きますし歌いますし、やる曲いった、うん、おいいけどねうん、ぜひ来てください、お願いします。はい、はい、今回はいつもやってない曲とかもやりますね、やるので、うんうん、そこをちょっとサプライズ的な感じで楽しみにしてもらえたらいいなって思います、うん、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、チケットも座右のホームページからでも予約できるし、モッツに直接問い合わせてもらっても、うん、買えますので、うん、ぜひ皆さんに来てほしいと思います。はい、無事終わりそうです。よかった第1回目早かった、はい、早かった毎月第1木曜日ね、お送りしていこうと思いますので、はい、来月かな、来月ですね、4月第1木曜日、ぜひ皆さん聞いてください、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はザ・ユー5人でお届けしました。ありがとうござい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 ます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた来月よろしくお願いしますこれ今も流れてるんですか。流れてます。あ、そうだね。もう終わらせた方がいいですか。あ、来てもいいです。一言言って来ても。お、一言言う。まだじゃあ声も流れて音も入ってるので。今もですか。あ、こっちです、こっちです。あ、ここね、ここですか。放送はもう終わってるんで、ツイキャスだけ続いてます。
はい、じゃあこの声も入ってみます。入ってます。怖いね。恐ろしいね。変なこと喋れない。ねえ、恐ろしいわ。